福岡市中央区の旧福岡県公会堂貴賓館前では、今日から JICA 海外協力隊祭りが開かれています。会場にはスリランカのカレーや中東風のサンドイッチなど、世界各地の料理を味わえる飲食ブースが並び、食を通じて遠く離れた海外の文化に触れることができます。楽しいし美味しい。なかなかやっぱ触れることがないので、しかもめったに触れない国なので、楽しいです。このほか、聖華女子高校の生徒による吹奏楽の演奏も披露され、多くの来場者が聞き入っていました。海外協力隊の活動を紹介するこのイベントは明日まで開かれ、国際協力に関する個別相談なども実施します。